あれ知ってる？何？あの人、あのフリーターの人おるやん。おるな。あのフリーターの人な、もう一生フリーターであることはもう誓ってるらしいで。え？どういうこと？もう一生フリーターであり続けることはもうすでに誓ってるらしい。え？何のために？いや、わからん。なんで？なんで別に正社員とかなったらええやん。いや、正社員にはならん。どういうこと？なんか夢追ってんの？夢追ってん。一生フリーターであることを誓ってるらしい。え？なんでな？それ何のメリットがあんの？そのメリットとかじゃないらしい。わからへん。私わからへん。うん、せやねんな。あの人もいつからやろな、なんか。食べ物を食べるときもさ、ただただ胃袋に物を詰める、食事を楽しむという感覚を忘れてしまってるよな。あの人見てたら痛々しいね。わかるわかる。なんか、ただ、なんか、喉に、なんか、胃袋にを満たすためだけに何か口に入れ、噛んで、それを胃袋に流し込む、ただの作業とかしてるよな。そうそうそう。うん、忙しくなってからやろな。せやな。ブラック企業でバイトしてから、毎日に12時間働いて寝てもないもんな。せやねんな。だから、忙しいっていう感じは、あの、立身弁になくすって書くやろ。あれ、心をなくすって意味やねんな。ああ、そうやな。やっぱり忙しい人は心をなくしてしまってるから、食事もな、こう、ただ胃に、胃袋に物を詰める作業とかしてしまったやろな。そうやろな。なんかいいことないかな。ないないな。チャンネル登録。